現在5番マコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。待ってくれ。行き先は地下兵器開発。伝えまいります。ドアが閉まります。ったく、とんだとばっちりね。ウータイも姑息よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくるなんて。ウータイ人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。いい笑顔。ちょっと！残念、ウータイのネズミさんはあっち。あなたたちには新しい兵器の実験台になってもらうわ。スカーレット様、このままでは開発エリアに侵入されてしまいますか？しばらく泳がせて奴らの目的を探りなさい。は。さっきの見たでしょ？こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしても動きに隙がなかった。ウータイの神秘、まだお子様だけど、面白いことになりそうじゃない？存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。後で報告お願いね。は、開発エリアのメインシステムをダウン。機密情報へのアクセスを制限しつつ、復帰経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。はっ。どう？奴らの目的は分かった？は、行動に一貫性が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあ、言います。通信をつないでちょうだい。はぁ。ご機嫌いかがかしら？うぅっ！この程度で驚いてもらえて光栄だわ。ねえ、せっかくここまで来たんだもん。もう少し、私と遊んでいこうかな。ホログラムなんかよりもっと面白いものを見せ。何が目的だ？ヨード、そんなに怖い顔しないで。そうね、あなたたちの探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ、待ってるわね。先輩、どうする？罠だよ。行くしかないでしょ。同じ意見でよかった。ここは？あれは未完成っぽいよね。そう願いたいね。お疲れ様、ウータイの忍びさん。なかなかやるじゃない。何を言うぶってんの？
本当はビビってんでしょ。どうかしら。そうかも。ウータンより私たちみたいなのが大勢いるよ。想像してみ、忍びの末裔たちが大勢来るな。それは大変。対策を立てなくちゃ。無駄無駄。エチ臭いこと言わないで、チャンスをちょうだい。げこれはね、私のアイデア満載の最新型のタブはテストに付き合ってちょうだい。いい思い出にしてて、誰にも話せないと思う。何をしている。いえ、何をした。さっきから怒鳴ってばかり。それがウータイ流。そうの、もういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ。なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるもんか。本当よ。他の仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ウータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？あら、お友達が戦ってるみたいよ。火星に行かなくていいの？急ぎなさい。
ハハハハ。